イソフラボン、イソフラボンはフラボノイドの一種である。サンフェニルクロモンを指し、抗議には抗述のイソフラボン類に属する誘導体をイソフラボンと称する。競技のイソフラボンは生物では検出されない。生物ではフラバノンの異性化反応によって5、7、3、トリヒドルキシフラボンが作られ、多くは配当体として蓄えられる。イソフラボン類は ポリフェノールの分類の一つで、イソフラボンを基本骨格とするフラボノイドである。大豆、クズなどの豆か、の植物に多く含まれている。栄養学的に興味を持たれているイソフラボン類は、母核イソフラボン分子の2個あるいは3個の水素原子がヒドロキシ元で置き換わった誘導体である。母核のイソフラボンは栄養学的には興味を持たれていない。イソフラボンは、 フラボンとは、フェニル元の位置が異なっている。イソフラボン類は、高等植物において、フラボノイド化合物を作り出す、通常のフェニルプロパノイド経路から分岐して生、合成される。人の食物において、大豆が最も一般的なイソフラボン類の摂取源で、ある。ゲニステーンと大ゼインが、大豆における主要なイソフラボン類である。フェニルプロパノイド経路は、 アミノ酸であるフェニルアラニンから始まり、中間体のナリンゲニンが2つのマメカ特異的酵素、イソフラボン合成酵素、デヒドラターゼによって連続して、ゲニステーンに変換される。同様に、もう1つの生合成経路中間体であるカルコンは、3つのマメカ特異的酵素、カルコン還元酵素、E 型カルコン異性化酵素、イソフラボン合成酵素の連続した作用によって、 イソフラボン類大前円に変換される。植物は、イソフラボン類とその類園体を病原菌の感染や、その他の微生物からのこのためのファイトアレキシンとして利用している。加えて、大豆は、イソフラボン類を土壌の根粒菌を刺激し、窒素固定のための根粒を形成させるために使用している。豆科が最も多量のゲニステーンと大前円を含有していることが、 明らかになっている。大豆、紫馬ゴヤシ、アルファルファもやし、カッコンなど様々な豆花植物につい、そのエストロゲン様活性が研究されている。豆腐など豆花を原料とした、加工度の高い食品は、ほとんどのイソフラボンのレベルを維持している。発酵食品である味噌では、イソフラボンのレベルが増加している。その他のイソフラボンを含む食品としては、ひよこ豆。 ビオカニン A やアルファルファ、ホルモネチン、クメストロール、ピーナッツ、デニステーンなどがある。植物組織では、ほとんどのイソフラボン類は、配糖体やそれぞれの配糖体のマロン酸あるいは、アセチル化方合体として存在しており、水溶性が高まった状態となっている、を参照。マロン酸方合体は、不安定なためだ炭酸によって変換される。豆植物が、 ウイルスや菌による感染を受けようとすると、水溶性で移行可能なイソフラボン誘導体が、下水分解を受け、感染を受けている部位で、アグリコンが生成される。大豆の作付け時期によりイソフラボンの含有量は、変動し、遅く巻くほど、含有量が多いことが、宮崎県の試験で報告されている。ゲニステーン、大豆炎などのイソフラボンは、エストロゲン。 女性ホルモン様の作用を有するとされる。これは、ヒトエストロゲン受容体に結合して、アゴニストとして働くためで、このような活性を持った植物由来の化合物は、植物エストロゲン、または植物性エストロゲンと呼ばれる。しかし、最新の研究、2013年乳がんへの影響レビューなどでは、イソフラボンのエストロゲン様作用について否定的な報告もある。 作用の一例として、イソフラボンの一種である大前院を挙げると、まず大前院から、腸内細菌によってのエクオールが代謝される。ただし、エクオールを作る、腸内細菌イコールエクオール生産株は、約30から50%の人しか持っていない。エストラジオールなどのナイン性エストロゲンホルモンは、ステロイドであるが、エクオールは、ヒステロイド性エストロゲンである。エクオールは、 エストラジオール、エストロゲンの一種と比較して、ヒトエストロゲン受容体 α、ERα に、約2%の親和性を有する。また、ヒトエストロゲン受容体 β、ERβ に対しても、強い、エストラジオールの20%程度親和性を持つ。このことから、ヒクエクオールは、選択的エストロゲン受容体モジュレーター、セルムの特性を部分的に有すと思われる。 エストロゲン様の活性あるいは阻害の両方が見られ、乳がんや骨粗しょう症では保護的であることを示した報告が存在する。また、研究報告には通常の食事の範囲において予防的な結果が示されていることが多い、口述。ただし、イソフラボンに言及する報告であっても、イソフラボン自体の効果であると確認されていないものは少なくない。 期待する効用が食習慣に由来するのか、イソフラボン単独化に十分に注意することが必要である。2006年には食品安全委員会は現在までに入手可能な人試験に基づく知見では、大豆イソフラボンの摂取が女性における乳がん発症の増加に直接関連しているとの報告はないと報告している。大豆は古来よりの食経験もあって摂取されており、 過剰摂取による健康被害の報告もない。厚生労働省の通知はイソフラボンを濃縮した、錠剤などで摂取する場合における注意喚起であり、日常的な食生活に上乗せして摂取する場合は1日 30mg を上限とするよということである。厚生労働省研究班の2008年の報告では432人の保存血液から 血中イソフラボン濃度を測定し乳がんのリスクとの関連を分析したところ、欧米樹により高いイソフラボン濃度での検討だったが、通常食事の範囲では心配はいらないと考えられたとしている。乳児の発達にとって母乳が最善だが、乳児が牛乳アレルギーの場合の代替品としての豆乳配合乳が用いられており、 世界アレルギー機構はイソフラボンに対する懸念は2016年までのところ裏付けれていないことを報告している。なお、骨端線の閉鎖作用、エストロゲンが持つ身長の伸びを止める作用を示すかについては信頼できる報告がないが、少なくとも思春期の大量摂取は避ける方が無難で、ある。2006年の西洋で実施されたメタアナリシスでは大豆摂取に由来する。 イソフランボン接種に伴って乳がんリスクのわずかな減少との関連が見出され、とはいえサプリメントで大量接種するのは時期尚早であるとコメントされた。メタアナリシスにてアジアでは乳がんのリスクを低下させていたが西洋の集団ではそうではなく西洋ではイソフランボンの接種量が低いためである可能性がある。メタアナリシスでは胃腸がんでも同様にわずかである。 メタアナリシスにて、前立腺癌、卵巣癌では、リスク低下の関係が見られた。メタアナリシスにて、結腸直腸癌のリスクも、同様の結果で、量が増えるごとに効果が増している容量、反応関係が見られた。肺癌のリスクを低下させた、メタアナリシスは、大豆食品との関係である。厚生労働省研究班による大規模なコホート研究では、 食品からのイソフラボンの摂取量が多いほど、日本人女性の乳がんや、脳梗塞と、心筋梗塞、男性の一部の前立腺がんのリスクが低下するという、相関関関が見られた。米バンダービルと大学による中国での乳がん、手術患者を対象とした、大豆食品摂取の接触と生存率の調査では、接触量が多いほど、死亡率、再発率は低下し、接触量と死亡、 再発率は、U の逆相関関係にあることが示唆されている。ただし有意な逆相関を得た、患者群の接触量は、平均的な日本人の3倍程度である。なお、過去に、乳がんの発症リスクを高めるとの報道もあったが、誤報だと指摘されている。このほか、日本の国立がん研究センターによる、誤報と研究によると、引きつ者の男性でのみ、イソフラボンの接種量が多いと、 肺がんの発症リスクが優位に低いと報告されている。順天堂大学の研究によれば、納豆の接触頻度と月経状態、月経随反症状は優位の関係が見られ、接触頻度の増加は症状を軽減させている、可能性があるとしている。イソフラボンは、甲状腺への要素の取り込みを阻害する作用があるため、要素欠乏の状態で大豆製品を多食したり、 イソフラボン大量摂取すると、甲状腺肥大をもたらす可能性がある。通常の日本食では、海藻類に要素が含まれている。内陸部では、要素の摂取が難しいため、アメリカ、スイス、カナダ、中国などの国では、食塩に要素の添加を義務付けている。この節では、錠剤などサプリメントとしてのイソフラボンを扱う。大豆イソフラボンは、 高年期障害の改善や骨粗症症の予防効果があると言われている。骨粗症症に対しては特定保健用食品として骨の健康維持に役立つという表示が許可されたものがある。尿の中に出てくるイソフラボンの多い人ほど骨密度が高いことが指摘されている。これはソフラボン錠剤ではなく大豆食品によるもの。豆あるいは 大豆食品そのものの安全性は問題視されていない。メタアナリシスでは、大豆イソフラボン錠剤は骨炎密度を優位に増加させる、または効果がなかったという結果が存在する。メタアナリシスにて、大豆イソフラボン、紫爪草、赤クローバー由来イソフラボン、またその両方は、高年期の好調に有効であった。別のメタアナリシスでは、植物性ストロゲンの好調と、 乾燥にに対するる。効効果果はは中程度ででああり、夜間の発汗には効果がないようであるメタアナリシスにて、子宮内膜癌のリスクである、子宮内膜の厚さに対して、全体として見ると、イソフラボーン錠剤は変化を示さなかったが、容量の多い場合に、厚さを減少させており、追加の研究が必要だとされた。メタアナリシスでは、 血清脂質の改善は大豆製品の摂取によって生じていたが、イソフラボン状剤では影響が見られなかった。メタアナリシスにて高コレステロール血症に対して、イソフラボン内大豆タンパク質とあるタンパク質を用いた試験で違いはなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。